皆さんおはようございます。理化学研究所、生命システム研究センターの大波です。このようなタイトルで、本日は、この3年間、やらせていただきました我々のプロジェクトの、成果を報告させていただきたいと思っております。まずはこのプロジェクトのバックグラウンドから説明したいと思います。バックグラウンドなんですけれども、生命動態システム科学という、分野が今、生物分野の中で非常にその、注目を集めております。それは今まで の, その生物の研究 の, その中心だった分子生物学をさらに発展させてですね、より動的な形で生命を理解していこうということで、その技術的には、先端計測、その顕微鏡を使った時空間計測、そして、精密モデリング、シミュレーションとかですね、それから、インシリコインビジョロで、再構成みたいな技術を使って生命を動的に理解しようというような分野です。でこのような分野が勃発してきましたことに対応しまして、我々はですね SSBD というその生命動態システム科学の分野の統合データベースというのを、作ってまいりました。でこの、分野におきましてはですね、その生命動態 の, その定量的なデータが、中心となるということがありまして、その定量データを集めるというデータベース、そしてその定量データを作る元となった画像データ、そしてさらにはこの定量データを解析するためのツールというのを、共有するためのデータベースというものを開発しておりました。それで、こういうデータベースを 開発してきたんですけれども、当然その開発の途中でもう解決しなきゃならない課題というのがありました。でそれはどういう課題かといいますと、当初その我々この生命動態システム科学のデータベースを作ってきたんですけれども、この分野がこれからどんどん発展していくということがありまして、そのデータが急増してどんどん大規模化になされていくだろうと。そうすると、当初我々が作ったデータベースのシステムだけではそれでは賄えないだろうという危惧がありました。さらにですね、このデータベースを持続可能な形でどうやって発展させるか、さらに、このデータベースを、広く皆さんに活用していただくということ、そして、生命動態システム科学というのはなんか非常に誤解をされていて、その非常にスペシフィックな分野だと思われているんですけど、実はその分子生物学みたいにそのあらゆる生物学の基盤となるような分野なんですね。そういう意味で、この分野がその広く生命科学一般に広がっていくためにはどうすればいいかみたいなことを考えて、そしてさらには、データベースですから国際連携をするというようなことを、課題として挙がっておりました。それこれを解決しようと思ってたんですけれども、さらにもう一つ大きな問題が出てきておりました。それはですね、画像データです。細胞生物学とか発生生物学分野で、画像のデータというのは非常に大きくなってきて、さらに、重要になってきました。それは皆さんご存知のように、その近年その顕微鏡というのが新しい技術が開発されまして、代表的なのはその超解像顕微鏡だったりライトシート顕微鏡だったりするわけですけど、そうすると、今まで取れなかったような、データが取れてくる。そうすると実はこういうデータを、手に入れられるかどうかがその研究の競争力を決めてしまうという、状態になってしまう。特に細胞生物学、発生生物学ではなっています。ところがですね、じゃあこんな顕微鏡は誰でも手に入るわけではなくてですね、非常に値段が高かったりですね、あるいはその、そもそも売ってないということがあって、なかなかその、皆さんが使える状態ではないと。そうすると、こういう顕微鏡で撮った画像をですね、みんなでシェアすることによって、こういうその、顕微鏡技術のアンバランスを直す必要があるんじゃないかということで、その画像をやはりシェアしてほしいという要望がこの分野の、学者の方々から大きく出てきました。こういう背景もありましてですね、今回 の, その3年間の我々のプロジェクトでは、その元々やってました生命動態システム科学のデータベースを、発展的に継続すること、さらに、生命動態システム科学のデータベースを、中長期的な、継続を可能にするような仕組みを作っていく、さらには、細胞生物学と発生生物学 の, その画像のデータベースと提携して運用していくというようなことをですね、目標に、プロジェクトを開始させていただきました。それで3年間でいろいろ成果上がってるんですけれども、時間が限られておりますので、いくつか代表的な成果だけ今日はご報告したいと思っております。まずは最初にですね、その細胞、もともとの一番のテーマであります細胞生物学、発生生物学の画像データベースと、そのもともとの生命動態システム科学のデータベースの統合のお話をしたいと思います。でこれは実際に SSBD というその我々これまで生命動態システム科学のデータベースとして動かしていたものに、画像データベースの機能を追加するということで実現しました。でこれは今の
SSBD のホームページなんですけれども、ここにその、要はサーチエンジンがありまして、これは画像のサーチとちょっと横から見えないんですけど、これは定量データのサーチなんですけど、この2つのボタンで、画像のデータ と、まあ定量データ両方入っておりまして、これらが、まあ、インタラクティブに、サーチできるようになっております。でこの形でですね、このもともとありました SSBB データベースに画像データベースの機能をきれいに入れることができております。それでもともと生命動態の、データというのはこんな感じでですね、さまざまな生き物 の、 その時空間動態の定量データが、まあいろいろ、まあ、格納されていたんですけれども、それに加えまして、さまざまな生物種のさまざまな状況におけるさまざまな顕微鏡で撮った画像データ、これはほんの一例ですけれども、こういうものをですね、すでに格納して公開するということができております。でこのような、データをですね、どうやって集めてきているかといいますと、国内の各機関、研究機関との提携によって、連携によって行っております。代表的な話で言いますと、そのまずその生命動態システム科学というのは、その理研のキュービックと、それから JST のクレスト、それから、まあ、文部科学省の拠点という3つの大きな事業が動いておりましたので、この各研究室に毎年発行されたその論文のデータをいただきまして、その中から、必要なデータを我々が登録するという作業を行っております。あと発生生物学のデータに関しては、理研の CDB と共同していただきまして、そのすべてのラボにやはり1年間出たデータを全部見せていただいて、我々のデータに入れて、データベースに入れるという作業をしております。さらに学会、発生生物学会と細胞生物学会とも連携を取りまして、我々のデータ、これは学会なのであまり強制的にやるというのは難しいんですけれども、我々のデータベースに協力するような形で活動していただいております。あとは、まあ、エイビスの話は後で話したいと思いますけど、こんな形でですね、各国内の代表的な機関と提携することによって、画像とあと定量情報を共有することができるようになっております。それで、実際の公開されていくビルデータセット の、 その推移なんですけれども、この2015年までというのがその最初のプロジェクトで、生命動態システム科学の定量データを中心に集めてきたんですけれども、それから新しいプロジェクトが始まりまして、このように、まあ、データが増えまして、このデータがガンと増えている理由は、まあ、多くはその画像データですね、オレンジの部分ですけど、これが、爆発的に増えてきたからということで、非常にデータが増えております。でさらにそのデータの、まあ、スピーシーズに分けたコンテンツなんですけれども、あの定量データに関してはやはり線虫 C. エレガンスが非常にその世界的にも研究進んでおりますので、線虫のデータだらけですね。ちょっと僕線虫の研究出身なのでちょっと心苦しいんですが、画像データに関しましては、マウスのデータがかなり多くなってきておりまして、さまざまな生物に対する対応ができてきていると思っております。このような形で、画像のデータベースを、まあ、生命動態のデータベースに投稿することができております。じゃあ、そもそもじゃあ、データが大規模化するという、危惧がありました。でそれに対する対応も、いたしましたので、ご報告させていただきます。生命動態のデータというのは、我々ですね、昔というか過去の前のプロジェクトで BDML というそのフォーマットを作りまして、あらゆる生命動態の情報を一つのフォーマットで表現するということが可能になっていました。ところがですね、これは XML をベースに作ったフォーマットですので、どうしても重くなってですね、ハンドリングが悪いということで、大きなデータ、特にゼブラフィッシュのそのホールマウントのデータとかとちょっと入りきらないというのがありました、入りきるんですけれども、それで、新しいフォーマットとしてその、大規模データに対応した HDF、フォーマットに準拠した形で、先ほどの BDML を拡張した BD5 というフォーマットを作りました。これによってですね、大規模なデータも非常に早くアクセスするということができるようになりました。でこれに伴いまして、データベースのシステムも大きく変更しまして、全てのデータをもう BD5 の形式で、提供するようにしておりまして、それに合わせたシステムの大幅な変更も行っております。でこれでもう今は、全てのデータが BD5 で、配られるようになっております。次の話題ですけれども、データリポジトリの話題をちょっとしたいと思います。でデータリポジトリって何かといいますと、その論文を出したときにですね、その論文のオリジナルデータですねを、どこかに置いておくということです。でこれは最近の学術論文、特に主要な学術論文、ネイチャーとかセルとかですね、ではもうこれが義務化されておりまして、これは逃げられない状態になって、まあ、これはいろんな意味でいいことがあって、データ、研究の不正にも、防止にもなるんですけど、もう一つ言うと、商業的にも非常に価値の高い多分情報が入っておりまして、このデータをどう
誰がどう維持するかって非常に大きな問題だと思っています。私の個人的な意見としては、やはりこういう、商業的にも価値があるものなので、税金で作ったデータですから、公的なリポジトリで整備するべきだと思っておりますけれども、こういう、データリポジトリの機能が欲しいというのはですね、ちょっと先ほど申し上げたように、我々その、そういう理研とかさまざまな分野の研究者と、まあ、マンツーマンでそのデータのやり取りしておりますと、データのプロデューサーの人たちから、まあ、要望は非常に多かったんですね、このデータリポジトリを作ってほしいと。それなので、ちょっと計画にはなかったんですけれども、無理をしてですね、我々の SSBD データベースがデータレポジトリとして機能するような形の、にしました。これどういうことかというと、論文の中にここの URL にアクセスすればオリジナルデータが取れますよというような情報を載せることによって、まあ、我々のデータベースから論文発行と同時にもうデータがダウンロードできるという状態を作ることをやってきております。国際連携。まあ、このデータベース、我々の独りよがりでやっててもしょうがないので、世界的にそのデータをシェアすることが非常に大事なことだと思っておりまして、このプロジェクト始まったときからですね、そのどうやって国際的な連携をするかというのをずっと考えてきたんですけれども、ヨーロッパ の, そのユーロバイオイメージングというプロジェクトが中心に始めた、そのグローバルバイオイメージングというプロジェクトが発足しまして、それで世界的にですね、その先端イメージング機器、それからイメージングの施設のトレーニング、そして画像データのレポジトリとか画像解析ツールを国際的にシェアしようというようなプロジェクトが始まりました。それで、まあ、私、非常にこの中心グループと、親しい関係にあったこともありまして、日本の代表としてこのグローバルバイオイメージングに参画することになっております。でこのフレームワークを使いましてですね、我々のデータと、まあ、世界中のデータを今結びつけようとしております。ユーロバイオイメージングっていうのはそのグローバルイメージングのまあコアとなるところなんですけど、このようにヨーロッパの各国が集まって、まあ、同じことなんですけど、同じスキームで、そのさまざまなイメージング関係の情報をシェアしております。で、この、画像データに関する部分が、オメロという、我々が非常に前から付き合いが深かったグループが、中心になってやっておりまして、その縁で、我々がここに関与させていただいております。で、オメロのグループが ITR というそのイメージリポジトリをヨーロッパの人たち用に作っておりまして、我々はこの日本版というかアジア版のレポジトリを作って、このユーロバイオイメージングと提携していこうかなというふうなことを今やっております。最後になりましたけれども、データの活用ということも進めております。で、我々もそのバイオロジーの方々にデータを渡して、そこから解析していただくということもやってるんですけども、まあ、なかなかちょっとそちらの方は、結果というか論文にはなってこないんですが、逆に言うとそのデータを、情報科学の人が使うという部分に関しては少し論文が出てきたりしておりますので、それらをご紹介したいと思います。まあ、一つはその画像処理ですね。我々のその画像データベースに載っている画像を使いまして、画像認識のアルゴリズムを作ったという論文が、まあ、出ております。それから、これはですね、その因果推論というグラフを、ネットワークを作って、その因果関係を見つけるんですけど、因果関係のグラフをきれいにその見やすくするというようなデータ可視化の分野なんですけども、そういう研究が進められております。なかなかその我々のデータを使っていただくのが非常に難しいので、使っていただくことを促進するために、今のところ我々は非常に共同研究ベースでですね、こういう活動をしておりまして、この2つの論文はいずれも我々の名前が入ってるんですけども、基本的にはその外部のグループが我々のデータを使って解析をしていただいている結果が出しております。まあ、生物学の方も解析進んでおりますので、まあ、そろそろ論文が出るかなということは期待しております。以上、これまで話してきたことをまとめますと、まあ、細胞生物学および発生生物学の画像データベースと生命動態の、データベースの統合をしました。それで、データの大規模化の対応を行って、リポジトリという機能を、追加してきました。そして、世界戦略としてはグローバルバイオイメージングに参画して進めております。そして、さまざまな、データの活用というのを進めているところです。まあ、今後ということですけれども、やはり今後、ますますその画像データとして大事になってくるのはデータレポジトリの部分かなと思っておりまして、この部分を強化するようにしていきたいと思っております。さらに国内のやはり連携、提携機関を拡大することが、まあ、データを集めることには非常に大事なので、まあ、これまで以上にそのさまざまな機関と連携していきたいと思っておりますし、国際連携も非常に大事なので、まあ、さらに推進していきたいと思っております。
で、まあ、昨日から話出ておりましたけど、やはり使っていただくという意味では、これからその AI の研究者とかデータ解析の研究者、まあ、すでに我々もやっておりますけれども、そういうところとも連携して解析を進めていくということも始めております。まあ、実際には我々も自分たちでクレストのプロジェクトを始めて、データドリブンの解析を進めたりもしております。最後ですけれども、やっぱ細胞の画像のデータっていうのは、やっぱり疾患のデータとも結びつけたいなと思っておりまして、サジェスションをいただいておりますけれども、病理のデータとかですね、を一緒に集めて関係づけていくと、やはりこれから役に立つのかなと思って、これらの方にも進めていきたいなと思っております。以上です。